はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。もうね、はーってこの人言ってるけど、ため息疲れたら。いや、前回かなり迷ったんだけどね、全然この進むこのアイテムが見つからんくて、ちょっとまた迷うと思うんで、それ進展あるまではしばらくちょっとカットしますね。はい、おお、今石川家のここだ、石川家の中ね、真っ暗で気づかなかったけど、もう一個部屋があった。ふつまガラッて開いたら、あああったあった、部屋があった。あ、ラジオがある。おラジオを、じゃあ動くようだ。はい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 、ラジカセを操作しますと。あ、はいはい、これでここそ0705だろ。え、ちょ、減ってる。逆行っとるよ。停止か。あ、じゃあちょっと0705まで長いな。はいはいはい。ちょっと待ちまーす。もうタイミングよく止めるのむずくね、これ。再生ボタン押せばいいんじゃない？再生ったらどっちに行くんだ？ 3、1。え、なんか今言ってたぞ。ちょっと待って、戻るだろ。700ぐらいまで戻して、あ、まあ、再生すりゃいいし。オッケーオッケー、聞こう。お、来るぞ来るぞ。0734 7531。奇数だったな。わかった、さっきの外の番号だ。ああ、そういえばさっき見つけてたな、外に。はいはいはい、7531ね。オッケーオッケー。7531。で、ここは出るときには、こいつがいなく、振り向き終わった瞬間に、7531。7531でいく。いや、もう4桁なんだからさ。わざわざ覚えるコツとか使わなくて大丈夫だろ。よしよし、振り向け。7531。7531。で、ここを開けて。いや、びっくりした。今いんのかと思った。大丈夫だ。あれ？早く。ダイヤルロックは操作できない。奥。怖え。7、5、3、一人。外れた。え？え、なになに？あ、開けたんだからなんかして。一斗缶を使う。え、ちょっと待って、上登ったらダメだろ。めっちゃ見つかるぞ。これは…これは？ヤオさん、どこにいるんだ？ヤオさんどこにいるのはいいけど、お前後ろに、真後ろに敵が…見つけた。あ、これじゃん。これか。あ、やったけど、なんかいろいろアイテム俺見つけたやつ使わんかったね。使わないの多かったな。うん、鍵開けたのもなんか意味なかったし。え、結果の一斗缶を持ってくればよかっただけっていう。余計なことやりすぎたね。なんで開けたんだろうな。余計なことやりすぎたわ。はい、じゃあとりあえずね、今のクリアってことでね。うん。次は宮田さんですね。そうだな。宮田さん、え、誰だっけ、先生。そう、先生、白衣の先生。お、割と7時だったら、ちょっと明るくなったんじゃないかな。明るいね。助けて！ミノ。もしかして、宮田先生？私、本田ミナの妹です。リサです。妹？私、お姉ちゃんに会いに行こうとして。お姉ちゃんは無事なんですか？お姉ちゃんどこですか？はあ、双子か。なるほど、はいはいはい、お姉ちゃんに会いに来たんだな。
お姉ちゃんはもうゾンビになってるね。私もミナさんを探してたんだ。はい。とりあえず一緒に病院に。はい、開幕見えたな。あ、ぶ。ちょっと待って、とりあえず四角。濃いか、濃い。濃いにして。で、ここで。あれ、病院なくね？違う、さっきのマップだからな。病院なくね？俺の小目標見ない病が出たか、もしかして。なんか書いてあった？いや、俺もちょっと視界、そらして。やばい、何するか分からんぞ。よし、死ね。大丈夫だよ。シスあれ持ってんじゃん、今。ドンキ持ってるよ、ドンキ。ちょっと待って。平坂に戻ればいいのか、これは。戻るって、簡単すぎるだろ。あれ？ちょっと終了条件見たい。リトライしたら？あ、そうする？川の上流。私もミナさんを探してたんだ。あ、川の上流へ向かう。OKOK。さっさと行けってこと。川の上流ってことは、どっちが上流だ？川の上流、うん、ってことは、やっぱり平坂方面なんじゃないの？ないの？どっちに流れてるか分からんけど。ああ、そうだろうな。多分ね、行くとしたら平坂だよね。まあ一応行くわ、普通に。行ってみよう。こういった武器を持ってるっていうね。じゃあ、ガンガン倒しちゃう。まあ、怖いもんはないから。でもまあ、なるべく見つからんように行きたいけど、目の前にいるね。いるな。まあ、武器があるとね、納金戦法ができるっていうのも、サイレンの特色の一つ、ね。ちょっと明るくなって、草刈りの人も見やすくなったわ。草刈り倒しちゃう。スルーする。スルーする。平和主義だね。無駄な戦闘はせんよ。で、こっから、こっから多分最後の出口は走っても間に合う気がするんだよね。ただ平坂に行くだけであれば、ギタギタと走っちゃう。こういうのってさ、終了条件のなんか満たしとくべきものってなんかやっとくべきなのかな。まあ他に何かってこと。うん、絶対あるよね。でもよくわからんでもね、やっていいかどうか。まあいろいろ調べながらやるっていうのもありだけどな。まあ、とりあえずクリアしてみるか。おし、お前走る準備はいいか。行くぞ。せめてスリージャックして準備整えて。うわ、ゴーゴーゴー。トップ使った。あ、これはもうリサリサフルコップフラグじゃない。オッケー。置いていくわけにもいかない。そりゃそうだろう。一緒にって書いてあったんだから。リサリサは？え、なんで俺丸ボタン押してるって。オッケー。丸ボタンの押しが足りない。なんか殴り合ってる。対マンで負けるだよ。あ、対マンで殴り負けた。はい、マジで負けちゃう。どうしよう。じゃあ操作がむずいんだって。なんか下ボタン押すとさ近づくっていう謎現象なんだけど、上ボタン押すと逆に離れるっていうさ、なんか俺の思ってる方向と違う方向に。私も皆さんを探してたん。とりあえず今のうちに操作慣れてた。これ、え、違うんだよ。なんかさっきの視点だけ特別だった。じゃあとりあえず、なんか新しいやつやんぞ。
料理食ってんだけど。あれは料理って呼べるのか。別に速攻で見つかったな。え、くんのくんのくんの。いいですか。もうバレてる。あ、ちょっと、なんで近づきすぎた。弱チーズ弱なんでタイマンで勝てない。なんでタイマンで勝てないんだ。おかしいよ。こいつってもしかして入ってくるのか、普通に。え？壁打ちつけてる。倒すか。何してるんですか。あ、あ。フルボッコじゃないですか。3人に。あ、ここのスナイパーさんもダメってことね。オッケーオッケーオッケー。これは無計画すぎるだろ今のは。おーい。さっきそこから入ってきたし。おーい。ほらマリンだ。俺のスーパーアタックを見せてやる。溜めてどうし。ほらほらからのほらよし。あ、そう、ここ向くじゃん。で、この後だろ。この後誰か笑ってる。ほら、そこでアップだろ。あ、なんか拾う。あ、武器をゲットした。ネイルハンマー。どうするんですか。終了条件2。うん、あ、違う、装備だから多分武器変えれるはずで。あ、そういうこと。アイテムで。あー、はいはいはい。うん、じゃあこっちにしてみようか。ちなみにこれ最強武器だったと思う。で、このまま川の上流へ。え？え、バレた。走れ。来てるかい。OK。 怖え。いやいけた。いけたな。なんかだんだんこの終了条件2っていうのも出てくるようになったね。うん。はい、次はデモシナリオだね。あ、オンダリサちゃん。おお、見当たりいいじゃん。昼間になってきたよ。暗いけどな。どうなってるんだ。え？お姉ちゃん。え、お姉ちゃん？え？幻覚じゃね？27年前の日付のカルテが追加されました。おお。どういうことだ？27年前。わからない。じゃあとりあえず今回ここまでにする？そうだね。はい、じゃあ皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。